で、メールアドレス。これも私のアドレス。そして、携帯の番号。これ、そのまま打っておきます。ということで、まず、ここを登録することによって、いわゆるマスタードキュメント。基本ドキュメントを、設定するところに入ります。で、どんな画面を基本設定するかというところで、ファイルをですね、デスクトップ上のファイルをここで、開けます。で、こちら、例えば、ここですね。こういうものを PDF ファイルとして準備したものをここを上げます。そうすると、今、作成したものが新規ですから、一番下こちらですね。テストというタイトルになります。で、この中に、出てきます。という形で、この PDF ファイルですね。この中をリンクを貼っていくわけです。ファイルをですね。いうことで、それではですね、ファイルと取りまとめ閲覧システムと。で、今、動画で撮影している動画をですね、この後実際に入れてみようと思っています。ということで、今、マスタードキュメントを入れ込んで、それで、こちらにですね、どういった形でリンクフォルダを作る、アンカーを作るかと。で、こちら、なぞって、文字、テキストをなぞって、ファイルを添付します。で、添付すると、どんな形で入れるかと、写真を入れたり、あるいはリンク先、あるいはプレゼン選択とかいうのがあります。いうことになります。後ほどですね、これを、YouTube に上げた動画としてリンクを貼ろうと思ってますので、少しお待ちください。で、とりあえず一旦これ閉じます。閉じて、今のところはですね、ここにアンカーが貼られて、ファイル取りまとめ閲覧システム、IFS ですね。その内容を説明するための、アンカーフォルダができました。まあ、すでに作っている資料がありますので、そちらを先にちょっとプレゼンを選択しながら入れてみましょうか。で、この中に過去に作ったやつがたくさんあります。で、IFS に関係する資料になりますから、どういったのがありますかね。まあ、タブレット版に関して、これしましょうか。それから、もう一つしましょうか。IFS のタブレット版じゃないやつですね。まあ、最近タブレット版もやりましたけど、タブレット、IFS ファイル出力関係、違いますね。なんかいいのがあるかな。じゃあこれ、二つ入れました。こちらにですね。二つの、ものが来てます。で、この中にコメントを入れることができますので、これはタブレット版です。ですね。はい。という形でコメントです。で、こちらも特別コメントを入れる必要はありませんので、すでにこの2つのファイルを入れ込みました。ということで、閲覧者側からの画面を実際に見てみましょうか。今入れ込んだやつを、実はこちらのクリックですね、閲覧者側。で、ここのアドレス、上のアドレスをメールで送る、あるいはファイルに添付すると、このアドレスを、リンクをたどっていけば、この画面が見えるということになります。で、ファイル取りまとめ閲覧システムというのが、これ、入ってます。こちらですね。それではですね、タブレット版に関して、ちょっとこう、再生してみましょう。IFS のタブレット版、概略だけ説明をさせていただきます。で、IFS のタブレット版のメニュー画面、まあ、ログイン画面は IFS、通常の IFS と、まるっきり同じ画面です。ただ、このタイトルに、タブレット、タブと書かれています。
いうことですね。こんな感じで、その中の、まあ、画面上のリスト回り、リスト、避難帳とは、今までと特別で、変わることがあります。で、また、相手に公開アドレスはこちらをクリックすると、アドレスが出てくるようになります。また、これはタブレット版ですから、タブレットのソフトウェアのキーボードを邪魔しない形で、この、線が下の方になっております。後の設定でできることになっています。で、ドキュメントマスター、これ、基本となりました。いう形で、これは閲覧者側からですね、クリックをすると、その内容、つぶさに内容を拾い上げることができると。じゃあ、動画だけ送る、メールだけ送る、あるいは文章だけ送るとかいいんじゃなくて、一連の情報として立体的にですね、送ることができるという、そういう内容になっております。簡単ですけど、今説明した内容を動画に撮っておりますので、ご覧になっていただくと、概略あらましわかるかと思っています。以上です。